なんとか、顧問営業か、次は営業さんっていうのが来て、営業さんっていうのはあの岩波でも出てるけど、消防現像随文記なんて書いてる人ね、随文記、割合分かりやすい人、道元営業なんですか、鉄議会か、鉄議会、鉄議会前置、それでその後が経山上金、こうつながってるんですけど、この人がまた大変な人だったんだな。この人はね、道元さんとスタイルは全然正反対の人でですね、なんつうの、キンキラキンのお客さん来たりね、もう要するに普通の人をなんかびっくりさせるようなタイプでね、わっすごいとかさ、あ、なんか赤い服着てたからなんか知らないけれど、こっちはそういうのをすごく嫌った人だ、道元さんっていうのは。でこの経山上金っていうのは逆で、ものすごくこう派手なタイプの人で、でこの人が要するにすっごく広めたんですね、結局。でこの人は面白いんだけどね、彼ちゃんとした本書いてるんですよ。で読むとね、そういうことを弟子たちはしてはいけないって書いてあるから一休さんがそうですけどね、一休さんっていうのはなんかもうめちゃくちゃやってるんだけど、遺言はそういうことはしてはいけないと、こう書いてあるんだなそういうね、その豪華圏のそういうのはダメって言ってるな。だまあそれでやっぱりこの2人が曹洞宗を流行らせたっていうことで、道元さんが永平寺、経山上金、大王将が総持寺と、こういうスタイルで、大体ね、お金もね、こっちがすごく集まってるみたいなんだな。それでね、こっちはまあお金集まってないからね、なんか仕送りしてるって話を聞きましたけどね本当かどうかは知ります、定かではありません。ただね、こっちの方にしてみるとね、やっぱりこの人よりこの人の方がはるかに人気があるわけね、世の中的には。で、非常にね、残念がってるのは総持寺の方の人たちです。なんでみんな人気はね、道元さんばっかり言っちゃうんだろうと、こういうふうに不満を持ってるようでございます。で、まあもう少し話戻る、要するに52、3歳で死んじゃったんですけど、この間に書いた本が最初が何だっけな、俯瞰座禅儀、俯瞰ってあまねく進めるってどうじゃっけ、忘れてた、勧誘するのかね、こうだ、あ、こうかな、分かんない、俯瞰座禅儀、座禅は座禅です、座禅儀っていうのはこうかな、俯瞰座禅儀っていうのを、まあ1223年か何年までだっけな、1228年までだ、5年間宋に留学するんですね。で帰ってきた時に書いたのがこの俯瞰座禅儀、28歳ぐらいだったのかな。だからまあ文章読めば分かりますけどね、28歳の人が書いたとはね、とても思えないような素晴らしい文章で、もともとは漢文で書いてあるんですけどね、なんとか弁霊体とかいうやつで、もう要するに書いてある言葉の使い方および中身がもうレベルがもう極端に高い人ですね。だから、それでこのあ、と何だか忘れてた、95巻ぐらい書くんだな、漢和国ですが、それが消防現像です。この消防現像っていうのが、彼の、なんていうのかな、要するに28から53と30年、二十数年か、最後の病気だったからは20年ぐらいで95巻ぐらい書いちゃうんだな。それでもうね、普通の
なんていうのか、人の10倍から100倍の仕事をして死んじゃったって感じですね。まあ、あの宗教的な大天才っていいんだろうな。多分あの日本で、あのまあまあどれをこう1番とか2番とか言うか別にして、まあちょっとあの普通じゃ考えられないようなあの人です。でそれの今日やるのは、今日やって今日っていうか前回もやったのは、そのうちのその正法眼蔵95巻のうちの一つの正法眼蔵っていうのは、これ正しい教えね、正しい教えです。正しい法、まあ法っつっても、それで眼蔵っていうのはやっぱり蔵だな。だからあの正しい法のこうが詰まったものっていうことで、自分で勝手になんかあの自画自賛 の、 あの名前をつけていると、こういうことですね。でこれのうちの現状法案、まあ割合ね、ポピュラーというか、正法眼蔵の中でもこの人ね、どっちかというと神経質なタイプでね、手の洗い方とかね、そういうのまで一生懸命こう書いて、それで、食事の作り方とかね、ものすごく細かい人なんだな。だからまあ何度も言うけど、あんまり仲良しになりたくない、なんかうるさい感じの人で、すぐ怒られそうなタイプの人で、あんまりあれなんですけど、で、そういうのも入ってるんですけど、その中で一番、まあ一番でもないんだけど、これで現状法案っていうあのやつを今皆さんにあのお配りしたんです。で、それでこれどういう意味かって言ったら、これは現に成り立っているっていうんですよね。つまり、要するにこの 今ここにあるこの世界が現状なんで、この世界ってのはどういう世界かって言ったら、例えば私がいて、あなたがいて、で机がある、で、なんだ、椅子がある、なんだ、これなんていうんですか、ホワイトボードがあるんですね。で、まあ昼間だったら太陽がある、夜だったら月がある。まあこのあるがままの世界、これが現状。で、公案っていうのはどういうのかって言ったら、こう確かにこっち側で言うと私がいてあなたがいるんだな。で、机があって椅子があると。で、でもない、太陽がパカパカ照って月がひょいとあると。まあ三日月かなんかしますか。であると。こういう世界だけど、これ全部写真に撮ると一つじゃないかと。ただの一つの写真に過ぎないでしょっていうようなイメージ。こっちが、これだから全部同じじゃないかと。こうパッと見て、で、頭ひねるから私がいてあなたがいるように見えるけれど、実際はただ写真撮ったらパチッと一つで、誰も彼も一緒じゃないかと。こういうところが考案。だからこれ一枚です。前って分かんない、一つだから、こっちをそれで仏教で言う仏教、まあ禅宗だけなのかな、これが絶対差別ですね。これをこれ私はなぜか知らないけど、これ差別と呼ばないんだね、差別って言うんだな、絶対差別。これはあの部落の差別とかね、男女差別とは全然違う話で、全部バラバラだっていう。だから例えばリンゴ1個あるとすると、ここにあるリンゴとここにあるリンゴ一緒じゃねえかって言うけど、場所が違うから、全部違う。真羅万象、同じものは何もないっていうのがこの絶対差別だ。だけど今度こっちは
絶対平等。